僕は神崎二郎です。32歳です。どうも。実はね、俺レーサーなんだ。しかし本当だったんだ。親父が養護施設始めた。ってことより、なんで急に帰ってきたの？クビか。申し遅れました。保育士の鳥居源一郎です。やっぱりあれですか、レーサーっていうのは車のレースだったから。はい。晩飯の時間が戻ってこないんです。宝物にしてた仲間と別れの日が来てまた会おう。動き出した新幹線はもう故郷からずっと遠のいた。あの日すごいなって褒めてくれた。それがただ単に嬉しかった。もう涙見せないそう誓ったはずなのに、なぜこぼれるこの涙。きっと一人きりの不安やまだ出てこない自分なりの朝。こんなこと続けていたら傷ついてくたくたになっちゃいます。わからないなりにやっと踏み出せたい。僕はあなたのことを心配してる。恐れないと涙拭いた。それでも霞んでく目の前は。どうか一つ考えた上での行動をお願いします。